相当すんごい暑い。邪魔くさいね、あいつね。案内があるかと。なんでまたがってんだ。すいません、今ここで通れて、あの信号を左に行ったところに橋があって、ここに邪魔くさかったね。さあ、いくらだろう。駐車券をお取りください。はい、帰り生産だ。で、車止める場所は満車じゃないのこれ。漁、遠いじゃねえか。ギョギョってね、さ、入れちゃおう。バックモニターがねえからね、ガッツレンタカーは。文句言うなって、安いんだからね。はい、入れたぜ。さあ、行ってみよう。帽子いらねえかな。長袖脱いでこう。松江城着いたぜ。わあ、お堀がねしっかりあるしね。あっちが県庁だぜ。じゃあ見学行こう。侍がいるぞ。で、前にバイクで来た時はあっちのね博物館の方に置いたな。武家屋敷のあるね。船が出てんだよね。ね、ほら、今日は出てる。ね、松平家だから徳川家領地。はい、あ、なんか書いてあるよ。堀尾さん、そう、この領地。結構ね、この辺堀尾さんって名前の人が多いよ。よしきおさん、うん、ちょんまげ。最後、わあ、石垣すごいね。あ、これ出た。国宝です。そう、国宝。これは保存にお尽くした人。明治4年、松江城の廃城が決まりということで、ちょっと長くいっぱい書いてあるな。松江藩士。ね。写真が古いからし。で、天守閣は6時まで。現在3時、ちょうど3時なんで、全然余裕ですね。はい、行こう。はい。はい。おー、石垣がすごいよね。相変わらず。相変わらずすごいよ。岡山城と同じぐらいなんですけど、これ作りはね、こっちの方がすごいですよ、ね、大きさ的にはね、だいたい岡山城と同じぐらい。はい、なんか書いてある。城下町とか、ね、松江城、馬だまりで、これ、だから馬で来た人、ここで、まあ、昔で、今で駐車場かね。あそこ、お土産コーナー。あ、帰り見てこう。でね、国宝だからね、階段しっかりしてるね。これは国宝じゃないね。武田城とかね、備中松山城はね、きつかったけどね、さすが。おー、もう、これ、こう石垣がこうすごいね、あんな向こうまでビシッとね、入ってるの。これも、はい。
やっぱりここだけあって、こういろんな人が来るから手すりもしっかりついて、ね、あそこから石投げ落としてくるんだよね、確か。転ばないようにね。よいしょ。あ、なんかびしょびしょになって帰ってくるぞ、汗びっちょりで。ほら、あそこね、水飲みすぎる穴なんだね。さあ、なんか書いてあるよ。はい、なんだって石垣、打ち込みは、剥ぎ取っ、ん？なんだ。石切り場で切り出した石の平坦な面の角を叩きつけて合わせやすくして、まあ、長えよ。なんか、文字量が多すぎるよ。もっと簡単に書けつんだよな。よいしょ。傾斜地になってる、あそこ行ってるよね。二の丸地区、二の丸って言うとやっぱりね、お父様の御殿があったのかな。え？ね、こっちで三の門、はい、行ってみよう。はい、まあ、なぜ天守閣を一回行こう。あ、そこ 見たな、標館があってね。天守閣は680円だ。行こう。ねえ、めったに来ることないから行っちゃおう。よいしょ。高知城がちょっとね、登れなくてね。まあでもあれ、本物じゃないから。あれだ、あの洋館はね、行ったことあるよ。ねえ。うん、よいしょ。確かね、半日以上かかるよ、これ。見て回ったら。よいしょ。よいしょ。はい。はい。ね、これベンチを入れて、足の悪い人をこれ休めると。ああ、これね、石がきっちり、無理やり、無理くり積み上げてるって感じ。はい。石の色くらいすると、やっぱりこっちの地元の石なんだね。ここからまた新しいね。これ木造だよね。木造。はい、さあチケット買っていこう。共通券ってなんだろう。いや天守閣だけでいいや。80円でした。ね。おお、これが国宝だ。すげえ。まずね、上がっちゃおう。近くの前の庭園も広いですね。まあ、この辺でこう軍事的ななんかやったんだろうね。あ、サーチライトで黒いんだよね、確かに、ね、岡山のカラス城に似てる、ね、さあこれから階段上がっていくぜ。これきついんだよね、階段が。さあ行くぜ。靴下脱いだ方がいいかもしれないな。ね、よっこしょ。ね、これ、ね、素足の私がいいんだよね。滑るから靴下。はい、はい、ここだ。ここで切符切ってもらおう。ね、ほら、すげえ針だ。すごい。つけやぐら。いいわ、別にしなくて。じゃあ次ぞ。あ、説明。あ、風が全くなく汗かきやすい感じだ、ね、でまだねこれ楽な方なんだよね、はい、見てみて、これ基礎がすげえよ。
これほら土台をこう一回転がすんだね。はい、でこれ床塚扱い。あ、これ井戸、籠城よりね。あ、深っ。はい、でほらシャチ、シャチ、ねシャチホコで、体は魚でね、頭がトラなんでね。で大体シャチホコってね、片方口閉じてて片方は口開けてる、オスとメスをね意味してるんだよね。はい、行こう。え、どっちだ、順路は。あ、こっちだ。順路右、はい、石内田のでこうなんか、あ、出た、この階段。どのお城もね、こういうノリだよね。さあ行くぞ。1階のね、1階の柱関係だね。ドローンで撮ったような映像。さすが国宝だよね。すごい。あ、桜の季節なんだ。さあ上がろう、行くぞ。これは土台、刻印を持つ松江城の天守の古材。あ、ここのさ、細穴、すげえ。彫り込みなんとか、番付、そう、いろはにほへとって番付をつけて、あの組んでくんだよね。あ、これが矢様、これこの穴から打ち出してくんだよね。鉄砲用の様と、鉄砲用は寝て打つので低いで、矢様はこう膝つけて打つからちょっと高めんだよね。だって広いんだよね、柱のピッチング。やっぱりちょっと一軒六尺っていうのは昔から決まってんだね。でこういうあのカスガイ、昔からあるんだね、金属でね。はい、外が見える。ああ、外が見えます。はい、風が来て涼しいぜ。まだのところ。さあ上がろう。まだこれ一階。あ、さっきの話ね。あ、これが2階から、天守閣広場が見える。やっぱね、昔の本当の材料なんだね。ボロいよ。だこれがね、意味があるんだね。ああ、これね、学者を前にこうお殿様ね、なんか意見を聞いてんだね。これはか、あの飛び火消し通りだよね。茶町の大火。ああ、これね、お殿様顔を、あ、お、あれだ、三宅の嫁を迎えた。へえ。丹波を、あ、ボタンを愛したですね。そうですね。こんにちは。殿様の、ね、物語が刻まれている北門橋。はい、石見も刻印があるんですね。あ、これ河原とか家紋だ。これ何家なんだろう、堀尾家の家紋。堀尾さんっていうのはあれなんですよね、毛利家だったかな。これは大阪の陣で諸陣を飾る松平直政。ああ、これね、大阪夏の陣って こんなのねっていう方が建設したんだね、初代で。で2代目が、2代続くんですね。その後、断絶しちゃうんだ、堀尾君。何やっちゃったんだろう。で京極家、名門の京極家が入って、これも1代では京極家って言うとやっぱりね、出雲の漁師だったりとかしたからね。石を切るか。あ、すげえ太鼓があるよ、これ。これ叩いて、なんか合図してたんだね。さあ、上上がろう。じゃあ、これ2階だったんです、3階。次はね、次きついね、これ。
はい、分かりました。3階です。ね、まだほとんど柱しかなくてね、で大修理を行ったことがあって、はい、で作ったりして、お、はい、お城、佐賀県の唐津城、これ行ったことない。小倉城行ったことある。これ鉄筋コンクリート。島原行ったことない。熊本城行った。これ鉄骨像、エレベーターついてたぞ。で、こっちは、うん、あんなところに橋、階段があって、ちょっと倉庫になってるね。まああとで。こっちは大須城、どこだろう。愛媛県、ああ行ってない、今治城行ってない、昨日通ったのに。岩国城行ってない。広島城これ行ったことある、ね、鉄筋福山城、これはね駅から見える。岡山城、これはこの近くに2年ほど住んでた、はい、武田城今年行きました。和歌山城も去年行った、ね、岸和田城も行ったと去年、大阪城これはもう当たり前、福知山城も行った、二条城も行ってる、あ行ってない、伊賀上野行ってない、大垣城もこれ行ってみたいんだよな、行ってない、あ、郡城八幡行ってない、岐阜城これ行った行った、ね、金華山行ったぞ、名古屋城行ったけど今入れない、で岡崎城行ってない、浜松城も行ったことある。この辺は行ったことない。うん、はい。あ、小田城行ったことあるね。これちっちゃいんでね。富山城、富山城行った。はい。会津若松城これ行った。これはね、綺麗なお城だ。はい。高知城昨日行ったぞ。昨日行った。上山城行ってない。松山城行った。丸亀城行った。備中松山城行った。階段これきつかったな。丸川城は行ってない。弘前城行ってない。松江城こうね。これで一周だ。あ、姫路城。はい。姫路城、彦根城行った。これ行った行った。犬山城行った。松本城行った。よし。で松本城、先週行ったね。はい。じゃあ次4階へ。このね、そこなんか気になるね。はい。行けない。立ち入り禁止。あれ？これは？ちょっとごめんなさい、こっちだ、左通行だね。5階に来ました。あー、これもういい加減暑いね。これお城の階段ってどうしてこんなにどこもかしこどこ行ってもきついんだろうな、これは。まったく、はい、梁の上から立ち上がる柱、あー、まあ木造はね、そういうのあるよね。梁の上から柱が立つのね。ね、これ塚立てというんだったね、はい、鉄筋だとダメだ、それない、やれないことないんだけど、まあ、基本的にはダメだよね。木造はできる。ただあの柱、下の柱の間隔とかね、気をつけてないと、ね、木造は、ね、先端力に弱いんでね、だからその梁の上に柱を立てるって先端力なんでね。下がろう。5階わずかな空間で、6階、ここが大天守、下がろう。胸飾り、神様がいるんだよね。ね、そう、これはね、胸飾りにつける神様は女の神様なんだよね。だから上等式の時はね、男性がやらないといけないんだ。はい。ちょっと写真。で、これが、ああ、杉板に描かれたお城の絵。これはうまいよね。うまいよね。ああ、お城の景色って素晴らしい。ちょっと見てこう、展望が見れる。ああ、この瓦がすごいよ。景色、宍道湖の、ね、素晴らしい景色ですね。はい、はい、はい、4面開放なのね。風が気持ちいい、ね、さあ降りよう降りよう降りよう。わ、これ図面がある。
さすが、さすが国宝だぜ。いやいやいや、階段きつ。これはね、若くないと上がれないよ。これはでもさすが国宝だね。いやー、もう二度と来ねえよ。もう怪我するかもしれない。ダメだ、危ない。あるけど、これはあれだな、別に重要文化財じゃないな。で、振り返ると、あのね、木で見えねえ。もう一度もないな。すごいね、でも。松江城。国宝、松江城。美しいね。いろんなお城行ったけど、このお城が一番いいかな。まあ、当然エレベーター、エスカレーターなかなかないんだけど、この手すりがついてるのはね、石床がね、結構ね、平らですよ。しっかりね、舗装されてるし、手すり、安全ですね。はい。これ、ね、採用してほしいね、他のお城もね。